シャス7日です。今回はこちらの XM4 を使ってドミネーションやっていきたいと思います。さあやっていくぜ。いや皆さん最近ちょっとどうですか、やってますかドミネーション。よしいいね、ファーストブラッドいただき、もう一丁、いいねいいね、 B 取れそうじゃないのこれ。おーいいねいいねいいね、おいしいおいしい、ここめっちゃおいしいじゃん。いいっすねこのリスキルポジ、楽しんでまいりたいと思いますけど、あぶねえ、ちょっと階段にいますよ。うわなんでお前、今乗り越えて銃完璧よ。まあいいんだけどさ、ゲームだからしょうがない、見てる光景とね実際のあれは違いますから。ちくしょう、しかしなんだなんだ、なんかいたのか。いやー最近でもね僕実写多くなってるじゃないですか。ちょっとねチャンネルのあれちょっと変えてこうかなっていう、そんな感じでね、まあ僕が興味あるヘッドホンジャンルにちょっとねちょろちょろ移行してるっていうのはまあ見て取れてわかると思うんですけど、まあ実写の方ってねなんか結構ねいろんなことができて面白いんですよ。はい、なんであとなんかなんだろう、今までの見てきてくれた人たちに以外のこれだから見るみたいな人たちもちょっと増えてね面白くなってきてるのでね、僕もねちょっとモチベそっちの方に今向いてるんですよね。まあゲームはね正直ね生放送がメインになっていくのかな、そっちの方でちょっとね僕はやっていこうかなみたいな、そんな感じで考えてるんですよ最近は。まあコールオブデューティーはちょっと生放送でちょっとやるにはねちょっと忙しすぎるからちょっと選ぶことはないけれども、まあちょっとねウォーゾーンやりたかったらウォーゾーンやる可能性がね、ガチャの星6が出るぐらいの確率でありますね。まあでもゲームって基本的に面白くなれば自然とやってるんで、そこはもうね今ここでこうやりますっていうよりも面白くなったらやりますっていう感じでしょうかね。皆さんも多分それ分かってると思うんだけどね、結局出だしがなんか出遅れたゲームでも後々こう盛り上がりを見せたエイペックスのように後半で伸びるゲームっていうのは結局ね共通点的に言ったら面白くなったっていうところなんですよね。まあそこら辺結構ねもう顕著に出てますよね、いろんなゲームでも。もう PUBG から始まったバトラーもねいろんなゲーム転々として今だけかな、一番なんかそういう王者というかトップに立ってるっていうねゲームメーカーはね、まあそういう感じになって面白い展開を見せるんで、そこはそこでちょっとね時代の流れに任せましょう。そこら辺でもねほんと頑張ってほしいんだけどね、他のゲーム会社さんにもね、この娯楽と競技のバランスをうまいこと取ってくれる、それがどうなるか分かんないからさ、コールオブデューティーのランクについては僕結構ね頑張ってほしいんですよこれもね。結構期待してます。意外とね僕もねコールオブデューティーは別に嫌いなゲームではないので、まあゲームに好き嫌いはないっていうか、なんだろう、自分に合う合わない、まあ自分が活躍できるゲームが一番楽しいっていうのはねおばあちゃんが言ってたんで、一番俺杖ができるゲームが一番面白いんだよっつってね言ってたんでね、どんなゲームでも弾がねやべ、これどうしようかな、よいしょ、あバレてる、バレてるってことは突っ込んでこないもうガン待ち、そう弾があったらな、俺もこっちやったんだけどな、弾なかったからな。まああれはあの人の正解ですよ、待つのが正解。おナイスナイス、味方さんいいね、素晴らしいね。まあ、そんな感じでね、最近はヘッドセットとかそんな感じですよ。またヘッドセットの動画ちょっと出すと思うんで、はい、中華ヘッドセット爆買いはねもうやらないと思いますけどね、多分あれはちょっとね、まあなんて言ったらいいんだろう、コスパが悪いコスパが悪いんですよね正直ね、もうなんか分かりきった話だから。そうなんですよ、だから3000円の中華ヘッドセット死ぬほど買いまくって比較しても多分ね2000円と実際変わんないと思うんだよね内容が。だからちょっとねそれ以降のちょっと4000円のまともなヘッドセットを今回は紹介しますよ次はね。次はちゃんとそれぐらいの価格帯のやつだから、ワンランクアップしたようなところかな、次回予告的に言うとそんな感じになると思います。いやーほんとなかなかねなもんで、そういうバランスになっていくのかなって感じでね、ヘッドセットが一段落したらちょっと車系のやつもやっていきたいしっていう、そういう実写の方向でやりたいことが結構自分の趣味も結構ね多いんでね、ゲームだけに留めておくとちょっとね変化量というか、そのゲームやってないとその面白みっていうのは分からなかったりすることがちょっと多いゲームが
多いので、僕はね FPS とか特にそうじゃないですか。今のなんかキル3キルうおーすげーみたいなこと言っても、知らない人から見たらね何がすごいのかわからないみたいな、結構そういうことあるんで、なので僕は自分のまあゲームはゲームでやるけれども、そうですね、分かりやすい方向にシフトしようかなという話ですよね。うん、コメントのやつもね、実写の方が結構コメントのなんだろう、バリエーションっていうかね、みんなのコメントの種類っていうか、どういう見方をしてくれてるんだろうっていうのがすごく分かりやすいのでね、あれも結構コメントしてもらえると嬉しいんですよね。そんな感じで後半戦いきますよ。さて後半、まあ前半で28点リード、いいですね、今回調子いいですよ。やばいでしょこの。そりゃしてやられた感あるなぁ、マジで。くそ、あれはなかなかやってんね、スナイパー。あ、なんかまっすぐ。いないっすね、ナイス。取れんじゃねこれ。あ、なんか。あこれ貫通すんのかよ、やば。いや、貫通キルすんのかよ、えぐいな、あれ。で、最近ちょっとね、そういうプレステ5のさ、予約がまたちょっと始まったじゃないですか。それで思うんですけどね、正直、プレステ5いるっていうところがちょっと僕最近思うことなんですけど、どうでしょうかね。いや皆さん PS5 出たじゃないですか、あれどうですか。なんか周りの話を聞いて PS5 だから俺は実力が上がったって話が1ミリもないんですよね。なんか例えばヌルヌルになってエイムがすごくしやすくなってキルレが 0.5 上がりましたみたいなね、そういうなんか人がいないというか、なんか聞かないというか、いないわけじゃないと思うんだけど、最近そうなんですよね。なんか冷静になってみて、なんか手に入らないし、まあ転売価格もだいぶ落ち着いてきたんですよ、ぶっちゃけて言うと。5つや7万とか言ってたのがだいたい6万後半ぐらいになってきたのかな今は、ってなってきてて、あ、なんか本当に欲しかったら買えんじゃねみたいな、それぐらいにはなってきたんだけど、じゃあ欲しいのって言われたらいや、あんまりそうどうなんだろうみたいな、当たれば欲しいけど、なんか定価だったら欲しいけど、なんか1円でもちょっと上乗せされてると買う気が失せるなって、そんな感じのものになってましたね。なんかね、まあ明確ななんか違いっていうのがまずあって、まずプレステ5買っちゃうとコントローラーが変わるんですよ。で、今使ってるコントローラーの背面ボタンアタッチメントっていうパドルのボタンが使えなくなるわけですね。で、パドルのボタンが使えなくなるそのマイナス方向とヌルヌルになるメリットが釣り合い取れてないんですよね。ボタン1個消えるっていうのはなかなかアドバンテージとしてはでかいので、正直僕はね強くなるのかって言われるとあんまりそう思わないんだよね。だからゲーム機って皆さんね、どういう目的で買い替えるか買うかっていうのは人それぞれだと思うんですけど、例えばそのゲーム機を買わないとできないソフトがあるとかね、僕の場合はそれプラス強くなれるかどうかっていうところでね、ちょっと注目することがあるんですよ。果たしてプレステ5を買ったから強くなれるのかって言われると、プレステ5の対応作品であるこの BOCW ではね、ちゃんとヌルヌル動くらしいですけど、そんな話も聞かないしね。正直なんかプレステ5買ったらコンバーターボコせるぜみたいな、そういうなんかね、それぐらいのなんかこうなんか変化がないとあんまりなんか買うかって言われてもそんでもないなっていうのがぶっちゃけたところなんですよ。そう、これはちょっと賛否あるかもしれないけどね、なんか僕はねプレステ5あんまりなんかいらないかなって思う人なんですよね。おっと、またこの人だ。いやー負けかい負けるんかい、そこでミリで悔しいなー。しかしまあだからね、プレステ5も当たったらまあ嬉しいけど、いや嬉しいのかもわかんなくなってきたんで最近、そんな感じですね本当に。やっぱりね偉大ですよ任天堂とかっていうのは。もうあのソフトはね任天堂のハードウェアでしか出ないから、いろいろね人気タイトルっていうのはね売れるわけですよ本体とともに。だけどプレステ5のソフトで独占タイトルでっていうソフトないからな、そこがちょっとねプレステ5別にいらないのではって思う理由の一つでもあるしな。ごめんねリスキルはマジすまないな、本当に大変申し訳ない。だけど私はリスキルをしてしまう、申し訳ない。あう、危ね、カチャコンカチャコン。
もう V トレスコート最後に、あ、呼んだけどこれ間に合わないやつだ。これ間に合うかダメか。間に合わねえ、死んでる。うわー、出したのに、くっそー。まあそんな感じでね、今回はいろいろとお話をさせていただきましたけれども、まあなんでね、まあ本当それこそね、これ一択だみたいな、そういうタイトルが出たらちょっとゲームもね力入れようと思うんですけど、今はちょっとヘッドセットとか実写とかそっちの方に力を入れるかなという、そういうお話でございました。それでは次回もかかってこーい。なんかあれでね、おい来た、いいね。あ、ワンちゃんちょっと倒したいな、あれ。うえー、あー、いいね、圧倒的な火力。あ、虹光った、やったー、虹光ったぜ。これ待って、これいつまで続くんだこの。かもしれんけども、おーんって感じですね。おい、あー、こういうなんだろうな、音響センサー系のこのなんか特性をちゃんと知ったらスチールも取れるんでいけるんで、こんな感じですよ。